ご飯に振りかけ振りかけの元祖とされているご飯のとも振りかけとは主に炊いた米飯に振りかけて使う粉末状、粒子状あるいはそぼろ状の調味料的副食物のこと。食事に際して調理するのではなく作り置きの常備菜に類するものを刺すことが多く商品化された市販品の種類も豊富である。ご飯に振りかけて食するのが名前の由来であることから 石飯などで使うごま塩や梅干しをつけた後の赤地層を乾燥させて細かくしたものもふりかけの仲間に入る。他にもふりかけた後にお茶をかけるお茶漬けの素やふりかけた後ご飯に混ぜ込んで使用するおにぎりの素などにふりかけとほぼ同じ製法のものがある。なお、現在では一部のインスタントラーメンやそれに準ずるカップ焼きそば、 冷やし中華などにも添えられていることがある。一般的なふりかけの製法は、原料を粉砕し、調味料で味付けした後完全乾燥し、タノグなどを混ぜ合わせフレーク状に仕上げる。ほとんどの商品では、味の中心となる具に、海苔とごまが加えられており、最近では、風味が豊かなことから、フリーズドライの原料を用いることもある。また、すべての原料を細かくほぐし、 味付けして混ぜ合わせただけのものもあり、これは生ふりかけと呼ばれている。生ふりかけでは、ちりめんじゃこ、わかめ、昆布、魚のそぼろなど海産物を使用している割合が高い。期限をたどれば、ふりかけの始まりは遅くとも、鎌倉時代に遡り、栗やこ取れいきに渡たい、鮭サメの肉を細かく切り塩干しにした、そわり、花活穂すなわち削り節の名が見出される。 これら飯にかける振りかけの先行者としては他につくだにや伝文の名が挙げられる。現代風の振りかけは美味仕様を目的として大正時代から昭和初期にかけていくつかの企業で考案されたと言われており、業界団体の全国振りかけ協会では熊本県で売り出されたビニ入りのご飯の友という商品を振りかけの元祖として認定している。 このほか1925年に丸宮が石餅と昆布を調理し粉末にした製品ゼはうまいを作り全国に販売網を広げた。一方軍部から栄養補助食品としてのニーズがあったことで広島において1916年に田中食品が缶入りの旅行の友を1928年に小松原洋介が露影の友を開発する。 太平洋戦争後の1959年、丸宮は、ゼはうまいに、甘みのある卵を加えた、海苔、玉を、開発、子供向けのふりかけとして、人気を得る。そして1963年に、アニメ、エイトマンのシールを封入した、海苔玉が、爆発的人気を呼び、このことから、ふりかけは大人向けの高級食材から、子供にも受け入れられる大衆向け食材へと、 変貌してゆくこととなった。ごまし梅子香り、原塩ゆかり。ありがとうございます。